フリーアナウンサーの荒井エリナが総合司会を務めていたテレビ朝日系、グッド、モーニングを降板することが29日、同番組で発表された。この日の荒井の番組出演はなかった。番組の最後で同局の斉藤千春アナウンサーが、出産のため番組をお休みしていた荒井エリナさんが番組を離れることになりました。と報告。 続けて、お子さんが生まれ、母親になり、子育てをしていく中で早朝の番組に出演し続けることが難しく、新しい働き方を探っていきたい、というお考えから、新井さんから降板の申し入れがありました。降板理由を説明した。最後に、新井さんには8年間の長きにわたって、グッド、モーニングに出演していただきました。 出演者、またスタッフ一同、心から感謝しています。といたわっていた。荒井は2015年3月から同番組に出演していた。